7 Music Crest 折り紙プロダクションの津島義明です。始まりました 7-8 Music Crest 折り紙プロダクションゾーンですね。もうだいぶ回を重ねてまいりまして、音楽の聴き方をいろいろな角度から、皆さんにこう提案していくということをやってきたんですが、今日はですねちょっと、企画を変えて新しいコーナーをやってみようと思います。ズバリですねミュージシャン、アーティスト、彼らが一番その音楽をやっている人間なんで、聴き方もですねプロフェッショナルだと思うんですね。なので、ミュージシャンアーティストである、人たちに、同じ質問を投げかけます。それに対してそれぞれ、どんな答えが返ってくるのか、それをですね皆さんも聞きながら、あこの人はこんな、風に答えるんだと、それぞれの回答をですね参考にしてもらえればと思います。第1回目はですね、ズバリですねこれはもうそのままなんですが、普段音楽を聴くときどんなところに注目して聴いていますかという質問を投げかけてみました。早速それぞれの回答をですね聞いていただければと思います。マイケル田中です。僕は普段音楽聴くとき2つの聴き方があります。1つはそのミュージシャンの立場からしての聴き方ですね。細かい一つ一つその楽器の動きだったり、音色、トラックを聴いてどのようなプロデュースのテクニックを使ってるか、歌物だったらそのシンガーのふわりだったり、声の使い方、いろいろ細かいところを注目しながら、意識しながら、音楽を聴く聴き方が一つです。でもう一つの聴き方はもう本当に一般のリスナーとしての聴き方、ある曲を聴いてどういう気持ちになるか、どういうエモーションを感じるか、常に分析など、細かく聞くんではなく、もうそういうエモーショナルな部分を大事にして聞いたりもします。だから何を注目しているかというと、もう自分の気持ちですね、気分、その曲を聞いてどういう気持ちになるか、その2つの聞き方があり、その聞き方によって注目しているところは、僕は変わります。バヌアです。僕は音の倍音です。ドラムはもちろんですけれども、声ももちろんですね、様々な楽器にはですね倍音という音の情報が、重なり合ってですね、なっていると思うんですね。シンバル一つシャーンと鳴らしても高い周波数のものから低いゴーンという周波数のものが同時になって一つの音が作られているわけです。なので、音楽も全体が、それのさらに集まったものとしてなっているので、これにはどういった低い音、どういった高い音、どういった、中域真ん中の音が混ざって、それがどういうバランスで重なり合ってるんだろうっていうのをですね最近よく聞くようにしてますね。菅佐野です。音楽を聴くときどんなところに注目して聴いているかと、音楽を聴くときどんなところにも注目して聴いてしまうんですよね。でそれはその僕結構嫌になるときがあって、職業病というか、そのやっぱりこう、ここのメロディー面白いなとか、あこここういうコードかとか、このサウンド面白いなとか、なんかそういうふうにこう同じ作り手目線でこう聴いてしまうので、それが結構邪魔になる時はあって、でもやっぱこう素晴らしい本当にいい音楽はなんかそういう注目というか、分析っていうんですかね、分析させることをなんかやめさせてくれるんですよね。なんか本当にいい音楽ってそういう感じがしますね。でその注目するしないっていうと、なんか最近はその何も注目せずに聴けるような割とこう聴き流しやすい音楽っていうんですかね、サブスクっぽいとも言えるかもしれないですけど、最近僕レコードにハマっていて、リビングでずっとレコードをかけてるんですけど、やっぱりその部屋でかけやすい音楽っていうのがあって、古いジャズ好きなんですけど、例えばジョージ・シェアリングとか、ナット・キング・コールとか、そういうのを最近は
よく聞いています。だから注目せずに聴ける音楽に今注目してるっていう感じですかね。慎吾鈴木です。音楽を聴くときに、注目しているところなんですけれども、まあついつい仕事モードで音楽を聴いちゃうと、こうプロデューサー目線で聴いちゃうとですね、細かいところに耳がいっちゃうんですよ。ボーカルどんな雰囲気で処理してるんだろうか、リバーブどうなのか、 EQ どうなのかとかね、あとは楽器なんかもこうシンセサイザー使っているのかとか、ベースもシンベじゃなくて生でいってるのか、バンドの雰囲気なのか、それともこうオケで打ち込んだものに歌を乗せているんだろうかとかね、クリックありでやってんだろうかとかまあ全体で言ってもこれはどういうところを狙っているんだろうかとかね、もうなんかいやらしくなっちゃうんですよね仕事モード聞いちゃうと。なので、まあ、最近はあまりこう細かいところを気にせずにですね、全体を楽しみたいと
ということで、あんまりこう注目しないでどういうところに注目しようかなんてね、考えずにね聞いてることが多いんじゃないかと思いますよ。はい、こんばんは、ひろあきです。音楽を聴くときどんなところに注目して聴いている？そうですね、イントロの気持ちよさだったり、そこから全体の雰囲気をまず聞きます。で、歌が入ってれば歌の良さ、声質、そして歌のうまさ、安定感、そこから聞いて、そうですね、まああと歌詞が入ってくるか、歌詞の内容聞いて、まあインストのパートなどがあればソロのプレイを聞きます。でインスト曲、歌が入ってない曲はやっぱりテーマのメロディーと、まあ、入ってる楽器の音色ですね。あとはまあそのインタープレイとか、ソロの、まあ独創性ですかね、そこを聞いてます。関口慎吾です。音楽聴くとき特にここに注目するっていうのは逆にしないですね。かなりぼんやり俯瞰的に聞くというか、もうあんま何も考えずに聞いて、なんか自分が、あ、いいなってこう反応する場所ってあるじゃないですか。だからそういうところを後からちょっと分析的に聞いて、あ、このリズムがかっこいいんだなとか、あ、ここのギターのフレーズがいいんだなみたいな風に後から分析します。Hi, this is MXM Tune, and I particularly pay attention to the layers when I listen to a song because I think it's really fascinating to be able to count how many different instrumentation stuff you can hear. はい、ということでそれぞれの答えを、聞いていただきました。まずアーティストはですね、監査のひろあき、マバヌア、シンゴス、関口慎吾、マイケル金子という折り紙プロダクションチーム、そして、海外から、シンガーの MXM トゥーンに、回答していただきました。まず MXM トゥーンに関しては、英語だったので一応日本語の訳を入れさせていただくと、私が曲を聴くときに特に注目しているところはレイヤーと言っていましたね。まあ、レイヤーっていうのはその折り重なる、音ですね。なぜならどれだけの楽器が、使用されているか、それをですね、数えたりとかするのが個人的に大好きだと言っているんですね。つまり、この楽器とこの楽器が重なったらこんなハーモニーになるんだとか、そういうところに注目しているということですね。はい、そしてですね、まあ、全体的な答えとして、すごく共通しているところがいくつかあったと思うんですが、みんなあまり肩肘張らずに、ストレートにただただぼーっと聞くということをですね、言ってましたね。まあ、監査のも、慎吾鈴木も関口慎吾もマイケル金子もそれを共通して言っていて、まあ、ただ逆に言うと彼らはプロデューサーでもあるので、その先ほどの MXM2 みたいに、まあ、例えばどんな音が重なってるとかどんなメロディーだっていうのをすごくですね細かく分析してるんですよね普段。でそれをですね多分、職業柄やってしまうからこそ、普段はあまりそういう聞き方をあえてしないということを言ってましたね。関口慎吾とマイケル金子がまたそこも共通していたんですが、その中で、グッとくる場所、まあ要するに自分の気持ちを重視して、あ、ここすごいいいなって思ったらそこを、なぜそれがかっこいいのか分析するみたいなことを言ってましたね。あと特徴的なのはマバヌアが、倍音を聞くって言ってましたね。まあこれ倍音っていうのはいろんな音が一つの音の中に重なっているんですね。同じドレミの例えばミーっていう音でも、これはピアノでミーって弾いたのか、バイオリンでミーって弾いたのか、これなぜ違いが皆さんの耳で、わかるのかっていうと、実はこの倍音の成分で、あ、これはピアノだなとか、これは女性の声だなとか、そういうふうに聞き分けられるようになってるんですね。この倍音ってすごく言葉で説明するのは難しいんですが、まあ本当にいろんな音が倍、2倍、3倍の倍ですね。倍で重なっているんですね。これが音の成分なわけですね。
だから例えば人間の声とかも風邪をひいた時にガラガラ声になるとすごい、ガサガサの声になりますよね。これがいわゆる、一番わかりやすい倍音ですね。綺麗な美しい声よりも多分そういう歪んだ声の方がいろんな、高い音低い音が混ざっているんで、それがこうガサガサに聞こえたりするんですけど、ただその重なっていく音っていうのは、違う世界を作るんですね。だから例えば、先ほどマバノアが言ってたようにシンバル一つでも、その音の中に高い音と低い音がいっぱい重なっていて一つに、なっているっていうのもそうなんですが、楽曲として、シンバルもスネアもベースもギターもドラムもボーカルも全部重なってるわけですよね。その一個の塊になった時に気持ちいい倍音が、作れている曲、それはじゃあどういう、重なり方をしているんだということですね。まあこれはあのマバヌアと MXM というのはすごく同じようなことを言ってたんじゃないかなと思いますね。なのでみんなそれぞれ実はこう違うことを言っているんですが、意外と共通していて、あのこれは音楽を聴く上で皆さんに参考になるのかどうか、まあここを話した後にね、結果的にこれあまり参考にならないのかもしれないっていうあの部分もあるのかもしれないんですけど、まあ、ミュージシャン、アーティスト、プロデューサーだからこその聞き方っていう感覚が、すごく強かったかもしれないですね。ちなみに僕、対馬の、聞き方、どんなところに注目しているかを、一つご紹介させていただきたいんですが、僕はですね、音楽を聴くときに今はやっぱりグルーブを、注目していますね。これ、前にもお話ししたかもしれないんですが、まあ、グルーブっていうのはそのいわゆる、まあ、置き換えるとリズムに近いのかもしれないんですが、まあ、ただ単にリズムだけではなくて、音が重なっていく中で様々なものがですね、グルーブとして出来上がっていくんですね。まあ、これ具体的に言うと、例えばドラムでも、キックとスネアがドン、カン、ドン、カンって鳴ってる間にハイハットってありますよね。こうツッ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 っていう音ですね。あれがそのツッツッツッでいくのか、ツッ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 でいくのかでまた全然変わってくるわけですよね。そこがこうピアノとかでも、例えばターンって鳴らすのか、タッ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 って短く切っていくのか、その切るのもどれぐらいの短さで切るのか、その例えば、ドラムとベースとピアノの間にボーカルが入る余地がどこにあるのか、まあボーカルとかラップとかもそうですよね。やっぱりその楽器の合間を縫っていって、お互いがリズムを作っていって重ね合っていく、それが結果としてその楽曲のグルーブになっていくんですね。だからラップとか歌とかって、その後ろの楽器の動きをどうやって聞いてるか、まあ、逆にまたボーカルやラップに対して後ろのバンドの人たちはどこに楽器を当てていくか、まあ、これよくポケットなんて言われ方もするんですね、ミュージシャン同士だと。このポケットっていうのはもうタイミングですよね。ここに入れるべきタイミング、それから音を止めるべきタイミング、それをですね、みんなが、協調し合いながら折り重ねていくと、音が重なった時にうるさくないんですよね。だからまあある程度上手い人、まあ、トラックでもそうなんですけど、バンドでもそうですけど、上手い人たちが重なっていくと、そんなに音数がなくてもその楽曲がもう十分かっこいいっていうものになるんですよね。それがこうどうしても、うまくグルーブしてないと、どん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 音を重ねていって、まあある種ごまかしてしまうということが起きるんですね。だからまあ音数が少なければそれがいいのかって言われるとそういうことでもないんですけど、適正な音数でそれぞれがグルーブし合ってる、でそれを超えていく音を足してる曲っていうのは僕はちょっと好みじゃないことが多くて、まあそういう意味ではやっぱりそのグルーブしてるなっていう、これはバンドでも一人で作ってるトラックでも一緒なんですけど、まあ本当にグルーブ感のあるものっていうのは気持ちよく聴けるんで、まあそういうところに注目して僕は音楽を聴いています。まあそんな耳でですね、ここで一曲聴いていただきたいんですが、僕がおすすめする、これは本当にグルーブしてるなっていう一曲なんですが、
マック・ミラーの、ダングって曲なんですが、これアンダーソン・パークを、フィーチャリングしてるんですけど、2人の、まあ、ラップというか歌というか、これももう本当アカペラで聴いてもグルーブしてるんじゃないかぐらいな感じなんですけど、ドラムもベースも保温ももう全てがですね、これ適材適所に入ってて、もう見事なバランスなんですよね。これは本当聴いてて、もうこう踊りたくなるっていうか、心が踊るもう一曲なんで、ぜひ聴いてみてください。はい、ということで今日はさまざまなアーティスト、ミュージシャンに集まっていただき、それぞれみんなどんな音楽の聴き方をしているのかということについて、聞いてみました。今後皆さんが音楽を聴く上で参考になれば幸いです。ということでこの後は、マバヌアが登場します。A curation program which introduces the music now and from now on. 78 Music Crate. Music Crate. On Bay FM. 78.ということで、折り紙アーティストがですね、リレー形式で、楽曲を作っていきですね、音を重ね編集し、それを楽曲としてアレンジ、それをまあジングルとして使ってしまおうというこのコーナーなわけなんですけれども、そうですね、もう僕が最後ということで、まあドラムを最後に乗せるわけなんですけれどもね、もう完成されているどうしようっていう感じなんですけど、ね、なかなかドラムを最後に乗せるっていうことはあまりないんですよ。結構ドラムを最初か2番目ぐらいに作って曲作りって進んでいくので、これは久々の体験ですね。はい。で、まあ大体そのアレンジ的な余白をね、次の人のために残しといてくれるというのが、まあミュージシャン的な優しさだと僕は思っているんですが、その優しさが全く感じられないくらいのですね、このエスっ気たっぷりの皆さんのこの完成度なわけですよ。で、まあ、ドラムということでどうしようかなと考えましたところ、まあ結構皆さんその生っぽい感じなので、まあそれに質感を合わせていこうかなと、うん、だけど、まあ、ちょっと打ち込み的なその立ち上がりというのは、まあ音の鳴ってから皆さんの耳に届くまでのスピードなんですけども、それをですね、なるべく立ち上がり早く聞かせたいなと。でこれは打ち込みのメリットなんですね。はい。生ドラムというかアコースティック楽器はその音の立ち上がりスピード、耳に届くまでのスピードがですね、比較的ゆったりしているので、まあ、耳心地よく聞こえるわけなんですけども、打ち込みを使うということはですね、それにもうちょっとこうエッジを立たせるという意味で、非常に有効な手段なんですね。はい。ということで僕が考えましたのは、キックとスネアに関してはまあ打ち込みですね、ちょっと生っぽいんですけども、まあ、打ち込みのサウンドを使って、でハイハットのチッ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 っていうハイハットと、シャーンっていうね、クラッシュシンバルと呼ばれるものですけども、これをまあ生でね、実際この自宅のスタジオで叩いて収録していこうかなというような感じなわけです。はい。で、キックとスネアがまあベースにあって、それがまあ立ち上がり早く打ち込みでもうパツ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 聞こえていて、それに付随するまあもう一つそうだ、タンバリンも入れてますね。タンバリンもこう実際家で、シャカシャカやりました。はい、なのでその生と打ち込みのハイブリッドでいくとですね、非常にこの皆さんの、今までのエスっ気たっぷりのですね、オケに馴染みよく混ざるんじゃないかなと。はい。であとちょっと僕がですね、施しを最後したのは、まあ、ミックス的なアプローチであるんですけれども、結構サウンドがこう真ん中にね、皆さんこうぎっちり寄っていたので、それを LR に振り分けてですね、空間をちょっと広く持たせようかなと。はい、定位って言うんですね、まあ、音の LR、 ヘッドホンとかした時に、ね、左からしか聞こえない音と右からしか聞こえない音ってあると思うんですけど、そういったそういう定位のバランスを取ったミックス的なアプローチをドラム撮りの後に、加えてみました。ではそんな感じで
聞いてみてください。皆さんこんばんは、折り紙プロダクションズのマバヌアです。はい、折り紙アーティストがですね、交代交代で音楽の聴き方、おすすめの楽曲等をですね解説していくこちらのコーナーでございますけれども、はい、僕マバヌア的に選ばせていただきました。はい、どれから紹介しようかな。まあ、旬というか、まあ話題としては去年なんですけれども、まあ、ビリー・アイリッシュですね、改めてという感じですけども、はい、でビリー・アイリッシュがですね、まあ、よく、まあ、新世代アーティストと呼ばれているんですけれども、まあ、じゃあ例えばアーティストといってもね、どのジャンルのどういった枠のアーティストなのかという、まあ、あまりそういった枠決めはする必要は本当はないと僕は思ってるんですけれども、まあ、そうすることで見えてくる何か面白さみたいなのがあるのでですね、まあ、今日はそれについてお話を最初にしてみようかなと。ビリー・アイリッシュはですね、まあ、僕個人的な主観で、まあ、今日は全部話すんですけど、まあ、ジャンルは何かと言われるとね、オルタナティブと思います。はオルタナティブ、まあ、オルタナティブって言っちゃうとずれやって多分思ってる人多いと思うんですけれども、本当にそうなんですよ。で、まあ、そのビリー・アイリッシュ自体のその中にですね、まあ、ロックもあれば、もちろんヒップホップもある、あとはまあフォークもあれば、まあ、ジャズも感じることが多いんですね、実はね。はい、今日流すのはそれ、まさにそれでもあるんですけれども、で、ビリー・アイリッシュ自体はですね、まあ、端的に言うとその、まあ、10代の、まあ、彼女自身の年齢のですね、世代の子たちの悩みだったり、まあ、そのダークサイドを歌った曲というのが非常に多いんですけれども、結構やっぱりその最近で言うと僕がずっと紹介し続けているベニーとかね、うん、あれなんですよ、やっぱりだいたいデビューしてくる最近のそのビリー・アイリッシュ以降デビューしてくる、若いアーティストのね、この決まり文句っていうのが、まあ、10代の気持ち、10代のこのモヤモヤを歌詞にした、そのメッセージが、まあ、共感を呼びみたいなことがね、結構決まり文句のようについてくるんですけど、やっぱりそれの先駆けみたいなものを作ったのがこうビリー・アイリッシュなのかなというような気はしているんですよ。で、何がまあオルタナティブと呼ばれるのかというと、まあ、そういったあらゆるジャンル、そしてまあカウンターカルチャーとしてその若い、まあ若い人たちの思いを代弁しているという、まあ、これが挙げられると思うんですけれども、そうすると、もう一つねパッと思い浮かぶのが、まあ、オルタナティブと言ってますけどもね、ニルヴァーナなんですよ。ニルヴァーナも同じようなバイブスを僕は感じていてですね、まあ、自分のちょうど、まあ、お兄さんお姉さんぐらいがドンピシャダの世代だと思うんですけれども、まあ、あれもいわゆるそうですね、こうオルタナティブロックと呼ばれる、まあ、今までのロックに対してのこうカウンターとして出てきた、ジャンルだと僕は思っているんですよ。と、うん、いうことで言うとですね、まあ、そういった、10代の気持ちを体現してね、まあいろんなジャンルを飲み込んでっていうことで言うとですね、何かこう新たなカルチャーをこう彷彿とさせるという意味ではですね、すごくニルヴァーナのそういった思想に近いのかなというふうに僕はすごく思うわけなんですよ。うん、でそのベニーとかは、結構歌い方もちょっと似てるんですよね。ちょっと低めのスモーキーというかハスキーに歌う感じなんですけど、
まあ明るいビリー・アイリッシュがベニーって捉えてもいいのかなというふうに思います、はい、もうちょっとポジティブな、うん、まあでも結構自虐的ですよね。スーパーロンリーとかいう曲もあの自虐的で結構もうね、私はどうしようもない女みたいなことをなんかあのあっけらかんと歌ってるみたいな、そういったポジティブな感じは、ベニーならではだなというふうに思いますけれども、ということで、じゃあね、でこの今日紹介するビリー・アイリッシュの曲は、マイ・フューチャーっていう曲 でこれはね、結構びっくりしたのが、ビリー・アイリッシュにしてはその最初の出だしのコードがこれ E フラットメジャーメジャーセブンスナインスみたいな感じかな、うん、まあでも E フラットメジャーメジャーコードなんですよ。だ結構マイナーコードっぽいもので始まるイメージが僕あったんですけど、あ、なんかちょっとビリー・アイリッシュにしてはなんかこうパッと一瞬明るい感じもしたというか、うん、まあジャジーなんでね、あの十分ダークめではあるんですけど、今までの作品の中でいうと結構そのちょっと変わったんじゃないかっていうような一面を見せられた曲なんですよ、うん、でこの歌詞の中で、まあ、だけど私は恋してるんだ自分の未来に、君の知らない未来の私にということで、まあ、やっぱり自分の未来についてこう前向きにポジティブに考えてるわけですよね。だからさっきの最初の出だしの話からするとなんかこう、ね、どうしようもない重大もやってらんないみたいな、もうどうしたらいいのみたいな歌詞が結構、このブーム的にも多かったんですけど、自分の未来に恋をするっていうのがですね、ビリー・アイリッシュのこの歌詞から出てきたのが僕はすごく衝撃的だったんですよね。あの歌い方とかそういったものも含めてね、2曲あのベニーとビリー・アイリッシュ連続で聴いていただけたらとは思うんですけど、はい、でまあコードで言うとすごくそのジャズの、まあ、ジャズバラードのもう定番のようなコード進行 で結構最近だったあのちょっとエイミー・ワインハウスとかをね彷彿とさせるようなメロディーラインだったりコード進行だったりするんですよ。だからそういった部分もちょっと踏まえてね聞いてみてもらえたらなというふうに思います。はい、じゃあ1曲目はねビリー・アイリッシュ My Future で、続けてベニーで Find an Island。 はい、お送りしたのは1曲目がビリー・アイリッシュで My Future、 2曲目がベニーで Find an Island でした。後ろのオケは全然違うけど何かこう共通する部分、まあ歌い方もそうなんですけど何かこう共通するメッセージ性みたいのはね、こう歌い、まあその曲自体からなんとなく感じてもらえたんじゃないかなというふうに僕は思うんですけれども、皆さんどうでしたでしょうか。ではですね2つ目なんですけれども、こちらにしましょう。はい、次はですねトラビス・スコット&ルドヴィック・ゴランソン、ルドヴィック・ゴランソンですね、ザ・プランという曲なんですけど、まあ、知ってるという方も多いんじゃないかと思います。クリストファー・ノーラン監督の最新作映画テネットの、オフィシャルサウンドトラックの中に収録されている、まあ、エンディングでかかる曲ですけど、これエンドロールでね、でものすごい低音なんですよ。これこんな低音出して大丈夫なのみたいなね、これ結構あの上の年代の方、これまああまりこうテネット見に来る方はね、おじいちゃんおばあちゃんそんな少ないと思いますけど、体おかしくなっちゃうんじゃないかっていうぐらいの低音がですね、あの IMAX シアターとかから出てましてですね、まあやはりあの低音のトレンドは健在なんだなっていうのを感じさせてくれた曲でもあるんですが、ね、僕が今日紹介したいのはね、あのこのトラビス・スコットもまあもちろんかっこいいんですけど、このルドヴィック・ゴランソンなんですよね。でまあ、ルドヴィック・ゴランソン、もうちょっとキンキンで言うと、This is America、 チャイルディッシュ・ガンビーノの曲、あとレッドボーンですね、はい、こちらの2つもですねプロデュースした、プロデューサーなんですよ。でここまで聞くと、あ、そんな有名な曲を作ったプロデューサーなんだねで終わるんですけど、実は、テネットのサウンドトラック、映画音楽もやっている人なんですよね。で最近で言うとスターウォーズのマンダロリアンとかブラックパンサーもそうなんですよ。だからそのアーティストのプロデュースもやりつつ、そういったサウンドトラックの世界、うん、でもこう十分な人気を獲得しているということでは、結構最近そんな人いなかったぞっていうような人なんですよね。だから最近のトレンドというか、
映画あとブラックミュージックのヒットの陰にはこのルドヴィック・ゴランソンありというふうに僕は思ってます。でしかもそのクリストファー・ノーランのサウンドトラックっていうのは今までもうハンス・ジマーがお決まりだったんですよ。で聞いた感じもあ今回もハンス・ジマーなんだろうなって僕はもちろん期待していったんですけれども、なんとルドヴィック・ゴランソンに変わっていたという。だから個人的には何ですか、もうその映画にはなくてはならない。だからあのスターウォーズのジョン・ウィリアムスが別の人になっちゃったみたいな、新しいなんか新人の作曲家に、次は委ねられているみたいな、なんかそれぐらいの衝撃なんですよ僕自身は。だけどすごくルドヴィック・ゴランソン良くて、でこの最近のワークスから言ってもですね、ちょっとハンス・ジマーの足元が脅かされているのではないかというような記載する、感じですかね、で、まあ、この最近のサウンドトラックの傾向としてはやはりねテクスチャーなんですよね。昔だとジョン・ウィリアムスとかはET のテーマみたいなジャーン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 ってあるじゃないですか。メロディーがもうそのサウンドトラックの、いかに人を引きつけるかみたいな、そういった要点だったんですけど、最近のサウンドトラックでこうやって歌えるサウンドトラックって少ないくないですか皆さん。だテクスチャーなんですよ、このドゥ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 っていうそのループする反復音だったりとかノイズだったりとか、そういった音のディティールみたいな、それそのものがサウンドトラックのトレンドになってるんで、まあ、みんなが歌えるようなとかそういう単純なものでは最近は測れなくなってきてるわけなんですね。はい。なので、まあ、これねトラックだけ聞いても十分サウンドトラックとして成立するようなものなので、まあ、そういった今の僕のトークを含めてですねこの曲を聴いてもらえればと思います。はい、トラビス・スコット・ルドヴィック・グランソンでザ・プラン。はい、お送りしたのはトラビス・スコット、ルドヴィック・ゴランソンでザ・プランでした。まだこれ映画館行ってない方はですねぜひとも見に行っていただけたらというふうに思います。はい、まあ、そんな感じですかね。はい、以上マバヌアでした。バイバイ。7 8 Music Curate